いきなりステーキの社長が作業するだけで給料がもらえると思うのは大間違いですと社員にメッセージを出して炎上しています。ブラック企業は儲かるから減らないとして、どうしてブラック企業で働く人が減らないのでしょうか。お金がないからです2012年ぐらいから貯金ゼロ世帯って日本でずっと増え続けてるんですよ。要はもう家に貯金がありませんと。なので仕事ちょっとやめてみるわって言って仕事探そうとかっていうことができないんですよ。だって家賃払わなきゃいけないから。なので何でもいいから仕事をしなければならないと。でもし仕事をクビになって他の仕事が見つからなかったら俺詰んじゃう、だからこの仕事辞められないよねっていう人がどんどん増えてるんですよ。でその結果ブラック企業でいやこんなクソな会社辞めればいいじゃんって人は思うんですけど、辞めようと思って転職活動をする時間もありません。でブラック企業でしか働いてない人って転職活動しても受かるところってブラック企業の飲食店ぐらいしかなかったりするんですよ。いやデスクワークとか行きたいよねって言ってもデスクワーク経験ありません30歳ですって言ったら、いらないで終わりなんで、そうするとじゃあもう飲食店経験を使って転職するしかないから、じゃあ居酒屋から焼肉屋に行きましたとか、焼肉屋から居酒屋に行きましたとか、なんか基本的にはもう飲食店とかをぐるぐる回ってるだけでずっとブラックですみたいなことになりがちなんですよね。なので基本的にはなぜそうなってるかっていうと日本経済が悪いからです。はい。